アナスタシオス2世 ?719 年7月1日は、東ローマ帝国の皇帝。元の名はアルテミオス、またはフィラルテミオス。フィリピコス・ワルダネスの第には、初期局長官を務めていた。だが、フィリピコスに対する不満が高まってきたのを見て、他の高官たちと共に陰謀を企画した。そしてフィリピコスの遊兵に成功すると、その翌日に、 聖ソフィア大聖堂で即位し、アナスタシオスと改名した。アナスタシオス2世は、賢明な人物だったようで、多くの有能な人物を抜擢した。この時抜擢された人物の中には、テマ・アナトリコンの長官レオーンなどがいる。また、ウマイヤ朝によるコンスタンティノポリス包囲を予期して、城壁の補修やローマ艦隊の軍備増強などに、努めた。 またフィリピコスが一旦破棄した第三、コンスタンティノポリス公会議の決議を復活させた。715年に馬や町の艦隊が、コアジア南部に進出してくると、アナスタシオス2世は、テマオプシキオンの軍を派遣した。だがオプシキオンは、ロドス島で反乱を起こし、テオドシオス3世を要して、コンスタンティノポリスに押し寄せた。アナスタシオス2世の軍と反乱軍は、 半年余り内戦を繰り広げたが、最後には、アナスタシオス2世は降伏した。彼は、修道士となって、テッサロニキに引退した。レオオン3世の代になって、アナスタシオス2世は、かつての部下たちや第一次ブルガリア帝国を誘って、陰謀を企てようとする。しかしイスラームを撃退して、権威の高まっていた、レオオン3世に反抗しようとする者は少なく、 ブルガリアも味方しなかったため、陰謀は完全な失敗に終わった。最後は、ブルガリアのテルベル王に捕らえられ、処刑された。ありがとうございます。